岐阜県道95号芋島うぬま線は、岐阜県岐阜市から、かかみがはら市に至る県道である。岐阜県道95号芋島うぬま線、右奥に、いきさん、かかみがら市うぬま台、い町にて、岐阜県かかみがはら市大野町から、かかみがはら市、うぬま南町に至る路線である。かかかみがら市南部を東西に結ぶ。 建設省が1993年に、大野沼線を主要地報道、芋島沼線に指定した、際の起点が、岐阜市長森芋島となっている。岐阜県の資料では、岐阜市大野町3丁目が起点となっているが、各務原市大野町3丁目の誤りと思われる。多くの地図では、各務原市大野町3丁目の岐阜県道93号、川島山林線との交差点が起点となっている。 なお、宇沼方面から、この交差点を越え直進すると、岐阜市の芋島五交差点に至る。かかみが原市南西部の大野町を起点に、かかみが原市内を東に進む。かかみが原市大佐の町から、岐阜県道114号一のみやかかみが原線と、重複して南下し、かかみが原市下中山町で新栄川、木曽川の右岸堤防に出る。この堤防道路上を東に進み、 新境川を渡り、前渡市不動村の門前を通り、前渡市東町七丁目交差点で、岐阜県道17号港南関線と交差する。さらに東進市、駅山の麓を通過して、雷王橋の田元で再び、木曽川べりに出る。この雷王橋付近からは、対岸に、国宝犬山城が見える。終点は、かこ原市東部。 宇沼南町の岐阜県道27号かすがい、かかみが原線との犬山京北交差点である。木曽川街道の別名を持つこと、戦国時代までの旧木曽川の稼働に近いことから、旧岸堤防と思われる。ありがとうございます。